ここの部分回転します。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちらトーラスの大人気ケース U プロオンスタンド R の新型が出たので、そちらの方を紹介していきます。で、実際ね、こちらのオンスタンド R とそちらの新しいものの比較もしていくので、ぜひ動画の方を最後まで見ていってください。ということで、今回出たのがこちら U プロオンスタンドスピンになります。今回のケースの一番の特徴なんですけども、背面のマグセーフのリングの部分を出してあげて、ここの部分が回転します。4段階で回転する形で、これをすると何がいいのかというと、今までのね、角度が最大ここまで、これ以上は本体を垂直90度に近くすることができなくて、もうちょい立てたいなって思うことがあったんですけども、なんと今回のモデルはさらにこっちに倒すことができます。 iPhone よりも下に出る感じ。こうすることによって、こうやってね、動画を撮るときにこう指を入れて、ここで引っ掛けてホールドしてあげる。これによって手ぶれしない映像を撮れたり、ショート動画とか撮るとき、できるだけ机と垂直にして撮りたいっていうことがあると思うんですけども、そういったときにね、こちらの高さを調整してあげることによって、90度の高さで水平を保ってね、撮影することなんかもできます。これがめちゃめちゃ便利ですね。ここの側面に関しては、3層構造の高弾力バンパーになっていて、落とした時も安心なものになっているし、 iPhone を落とす時ってこう四隅から地面に落ちることが多いんですけども、ここは X-SHOCK 3.0 というものを搭載していて、四隅の対衝撃性能っていうのが高くなってます。そして iPhone 本体につけた時に、ここレンズ部分もね、しっかりと 1.5 ミリ高くなってるので、ケースがこう iPhone を置いた時にカメラのレンズが机に触れるっていうこともないし、ここですね、画面の部分、こちらも 1.2 ミリ画面よりも上に出ているので、画面を下向きに置いた時にこうやって擦ったとしても、フィルムが傷ついちゃうっていう心配もありませんっていうのが、まあ今までの U プロオンスタンド R と今回の U プロオンスタンドスピンの特徴になってます。なので本体も守れるし、カメラも守れる、ディスプレイも守れるっていう保護性能抜群のケースになってます。なんで、ボタンとかの部分に関しては、ほぼほぼ一緒ですね。トーラスのロゴ、メーカーロゴが消えたぐらいで、他は特に変わりません。本当にスタンドの違いっていう感じですね。ちなみに重さに関しては、今までの U プロオンスタンド R、15プロ用で 47g。今回の U プロオンスタンドスピンが 45g、2g 軽くなってます。まあ、ほぼほぼ一緒です。真横から撮るとこんな感じ。今までの最大の角度で、今回の U プロオンスタンドスピンに関しては180度回転させることによって、今までの角度からさらに90度に近い角度にすることができます。こんな感じでね、倒れることもないです。最大ね、90度の高さで iPhone を固定することができます。で、あとはさらにここまで折ることによって、ここに指を通して中指薬指でホールドして、こうやって動画を撮るなんていう使い方もできる。で、あと横向きだと、今までのオンスタンドC の場合はこの角度固定だったんですけども、今回のモデルは90度回転すると90度から最大ここまでいけます。さらにこれを90度回すと、こっから上向き状態にもできるし、こんな感じで寝かせちゃうのもいいです。で、こちら U プロオンスタンド R の場合は、ここのリングの部分がこんな感じで回転します。これまあ好みですね。こっちの場合だとやっぱ90度っていうのはできないんですよね。最大の角度に関してはここ、まあ、U プロオンスタンド C と一緒です。浅いのがこっから、深いのがここまで。だからこう立てる感じはオースタンド R はできない。で、横向きの場合はオースタンド R もいけますね。こっからここまで、まあ、フルでいけます。今回の U プロオンスタンドスピンに関しては、縦向きで使うことが多い人にかなりおすすめなモデルになってると思います。個人的にやっぱ気に入ってるモードはこの90度モードですね。90度モードと、あとはこのまま倒してあげて、まあ、動画撮るときにこの支えとして使って手ぶれを置きづらくするっていう使い方がいいんじゃないかなと思います。まあ、それこそね、 TikTok を撮るときとか、このスタンドかなり便利になると思います。なかなかね、こんな感じ90度で立てられるケースってないので、刺さる人にはね、かなり刺さるケースになってるかなと思います。で、横向きもちょっと比較してみます。横向きの場合は、まずここが90度の角度、両方とも90度いけます。で、こっから倒していきます。オースタンドスピンに関してはここまでなんですけども、90度回転すると、まあ、さらにいけます。両方ともね、横向きに関しては同じところまでいけますね。やっぱ縦向きで使うときに違うので、 iPhone を縦向きで使うことが多いっていう人はオースタンド R よりもオースタンドスピンの方がいいと思います。 iPhone を縦で使うことはあんまりないよっていう方は、こちらのオースタンド R とか、それこそオースタンド C でもいいのかなと思います。まあ、僕はね、結構動画を撮ったりすることが多いので、やっぱりね、今回のこの U プロオースタンドスピン、これがね、今までのトーラスのケースの中で一番好きなモデルになってます。
ということでいかがでしたでしょうか。トーラスの新作ケース U プロオースサンドスピン、最近だとね結構横動画よりも縦動画を撮るっていうことが増えてると思うので、そういったね時代に合わせたケースになってるかなと思いました。 TikToker とかそれとこそ YouTube ショートとかあとリール撮ってる人にはねかなりぴったりなケースになってると思うので、そういった人はねぜひこちらの U プロオースサンドスピンを買ってみるといいと思います。でもこちらの、ね、U プロオースサンド R に関してはこんな感じで360度回転するし、リングをね1回出すだけなのと、あと締める時も1回で締められるっていうのがいい点になってます。オースサンドスピンに関してはこう回した時に関してはこう立てて使った後に180度回転してから戻さなきゃいけないっていうことがあるので、ここだけねちょっと残念なポイントにはなってるかなと思います。ということで以上トーラスの最新ケース U プロオースサンドスピンと U プロオースサンド R の比較デビューでした。両方ともね概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。以上、バイバイ。